今回はナス農家さんのお宅にお邪魔します。ナスを収穫するのは初めてなのでとっても楽しみです。レシピに活かせることをたくさん学んでいきたいと思います。それでは行ってみましょう。収穫ゴー。ということで今回はナスを生産している関戸さんの畑にお邪魔しました。関戸龍太さんは北部おそごうでナスを生産しています。この前の台風の影響はありましたか？そうですね、結構ナスなんかもナスは結構風に弱くてすぐに風邪を起こして、傷がついちゃって、B 品とか物によっては本当出せなくなっちゃったりするぐらいな被害が出ましたね。逆にいいもんもかなり減っちゃってかなり被害がありました。そう、度重なる雨と台風などでナスの成長にかなり影響があったそうです。これは収穫の時期を逃したナスですね。ちょっとこっちはツヤありますけど、こっちがちょっとボケちゃってるんで、こういうところはやっぱ皮が硬くなっちゃったりして、あんまり美味しくはないです。美味しくはないというか、皮むいて食べたりとかすればいいんですけど、皮を食べるってなるとやっぱ口にちょっと残っちゃったりする可能性があるんで。お尻が曲がってるナスとまっすぐのってどっちがいいとかあるんですか？お尻が曲がってるナスはやっぱ栄養、いろんな条件があると思うんですけど、例えば水がそれこそ不足したり、あと栄養が行き届いてなかったりってことで、やっぱ曲がりとかができちゃうんで、美味しさは味とかは多分変わんないんですけど、A 品ってなるとできればまっすぐなナス、こんぐらいのツヤがあれば結構いいナスで、皮も美味しく食べられます。普段どんなナス料理を食べられていますか？よく食べてるのはナスの揚げ浸しとか、あと麻婆ナスなんかをよく食べてますね。どんなナスの料理が好きですか？どんなナスの料理、ナスはやっぱ油に合うんで、できれば油を通した料理が自分は好きですね。あと漬物とかは最近食べてないですけど、そういうのも多分いいと思います。私はナスと地元の他の食材を組み合わせたレシピを考えたいと思います。ナスと油は相性がいいとのことだったので、油を使った工夫した料理を考えていきたいと思います。ナスの形を生かしたレシピを考えたいと思います。今までにないようなナスのデザートを考えます。それでは藤沢ご飯お楽しみに。